今から厚生労働委員会を開会いたします。国勢調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会は従来通り社会保障及び労働問題等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うための本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、ご異議ございませんか。異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。